はい、はい、すみません、お待たせしました。まず私からは4点ございます。まず1点目です。子どもの生活に関する実態調査、いわゆるこの子どもの貧困対策チームを立ち上げまして、子どもの今の現状を実態調査しようということの調査の回収状況についてのご報告です。これまで、子ども貧困対策について、正面から取り組むということで、私自身がトップになってですね、局横断のこの子ども貧困対策チームを立ち上げたところです。そしてまずやろうとしているのは実態を把握しようということで、それぞれ小学校5年生、それから中学校2年生、それから5歳児について調査をしようと、そしてその調査の性格を期するためにですね、大規模な調査をしようということで実施しました。まあ、これまでにない数のですね、調査をいたしました。その状況です。まあ、ここにあります通りですね、総数で配布数ですけれども5万5776のこの調査書の配布をさせていただきました。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。そしてですね、この回収についてですけれども4万3275の回収を得ることができました。これは回収率が 77.6% というので、これ非常に高い回収率だと思っています。かなり細かなですね、収入なんかも含めてかなり細かなことをお聞きするこの実態調査で、この 77% というのはかなり高い回収率ができたと思っています。まあ、これは学校関係機関、それから保護者の皆さんにも感謝申し上げたいというふうに思います。で、この速報値については9月、この回収した速報値については9月30日の金曜日に開催します第3回子どもの貧困対策会議推進本部会議でお示ししますが、代表的な例についていくつかご紹介しようと思っています。そしてもうこれかねてから申し上げてますが、これかなり大規模な調査になりますので、詳細の分析についてはもう専門家も交えてですね、来年の3月にも結果を取りまとめて、さらにその次の平成30年度以降になりますけれども、そこに詳細に施策としては反映させていきたいというふうに考えています。まあ、今回行われたこの速報値に基づいてですね、一部速報値で把握できる範囲で、子ども貧困対策チームについての、施策、来年の施策に反映させたいと思っています。本格的な分については来年3月にこの結果を取りまとめてですね、30年度の予算で反映させていく、まさにその実態に合ったこの施策というのを実行していきたいというのが私の考えです。いくつか代表例について、ご紹介したいと思います。まずこの子どもの生活の実態についてですけれども、大きく3つの視点からなっています。1つは物的資源というところの調査、そしてもう1つ大きなところで言うと、ヒューマンキャピタルと言われますが、映さなくていいです。ヒューマンキャピタルのこの教育の部分、そして3つ目がソーシャルキャピタル、いわゆる人とのつながりの部分、この3つが大きな視点になってます。でちょっと戻っていただいて、この3つの視点というのは子ども貧困対策について研究されている方であればですね、基本的にこの分類で考えられている分野です。でまずこの物的資源についてですけれども、まず食事ということですが、朝食を食べてますかと、週に何回ぐらい朝食食べてますかと、それから週にどのぐらい夕食を食べてますかという質問についてです。まず朝食についてですが、食べないと回答した小学生は 1.1%、 これ全国が 0.9% ですから、全国よりも高い数字が出ています。中学生に至っては全国 1.9% ですが、大阪は 2.9%、 約 1% ぐらいですね、この朝に朝食を取らないという学生、子どもたちが大阪
にいるという現状です。そして、こちらですけれども、こちらも私ちょっとこちらも大きな問題だなと思うんですが、これについてはそもそも夕食を食べてないという小中学生はですね、387名と、で 1.4% の人がですね、そもそも夕食を食べないと、つまり毎日あるいはほとんど毎日食べているという子ども以外にですね、の子どもというのが 1.4% いるという現状です。つまり夕食を、食べない、食べれてないという子どもたちが 1.4%、回答してくれた中でもいるということです。次に教育についてです。で、学校のある日にですね、学校で受けた授業以外に1日どのぐらいの時間勉強してますかという質問ですけれども、塾なんかも含めて、いわゆる学校外でどのぐらい勉強してますかということですけれども、これもですね、全くしないというふうに答えた小学生が、全国の倍以上、全国大体 3.0% ですけど、大阪の小学生は 6.8%、それから中学生によっては倍以上ですね、全国 5.2% ですが、13.6% の大阪市内の中学生が、学校のある日に授業以外で全く勉強していないという状況です。それから、この学校の勉強について、一番あなたの気持ちに近いものはどれですかというので、よくわかるとか大体わかるとか、ほとんどわからないとかいう選択肢があるんですが、これについてもですね、あまり良くない数字が出てまして、よくわかると回答した小学生は全国大体 60% ぐらい、 58% ですけれども、大阪市内の小学校は大体 30% ぐらいです。 32.7%、それから中学生については全国で 36% ぐらいですが、大阪市は 13.6% ぐらい、つまりですね、その勉強について、よくわかると回答した小学校中学生の割合が非常に半分以下であるというような状況であります。次、引き続いて、ソーシャルキャピタル、人とのつながりについてですが、放課後誰と過ごしますか、それから心配事や悩み事、親身になってくれる人はいますかということですけれども、まずこちらの一人で過ごしてますという割合が 17.8% いると、お家の人とか兄弟とか学校の友達とか部活とかいろいろありますけど、地域の人とかですね、ありますけど、一人でいるというのが 17.8%、それから心配事悩み事について親身になって相談してくれる人はいますかということについては、いないと回答したのが約 6.4% いるという状況であります。これは一例ですけれども、9月30日にですね、調査の速報値の単純集計についてご報告したいと思います。で、こういった調査を踏まえてですね、まずどういった施策が必要なのかというのを子ども貧困対策推進本部会議で進めていきたいというふうに思っています。そして、その得られた結果に基づいてですね、来年度の予算においてこの結果数値をもとに考えられる施策を実行していきたいと思っています。そしてさらにですね、詳細な分析結果というのを専門家にもやっていただいて、来年の3月までちょっと時間かかるということですが、来年の3月までにやっていただいて、その次の年度においてはさらに深掘りした子ども貧困対策の施策というのを実行していきたいと思っています。子どもが生まれながらにしていろんな環境があることは、これも資本主義社会ですから、やむを得ないところではあるんですが、ただできる限りですね、その生まれた環境の中でも自分の可能性を追求できるような、そういった環境にしていくというのが僕は求められていると思ってますし、そうすることがその子ども本人の学力であったり生きる力につながっていくと思ってますし、またそうすることが社会全体にとってもですね、プラスに働くと
というふうに思っています。それは将来的には子どもは消費者であり納税者であり生産者になってくるわけですから、まあ、少子高齢化ということを考えるとですね、この子どもの時にできる限り環境を整えて、いろんなことにトライできるようなそういった状況に持っていきたいなと、それが最終的には社会の利益としても還元されるというふうに僕は大きな意味では考えてますので、まあ、その中で具体的な施策として、まずはこの事実に基づいて、その貧困対策について、詰めていこうというふうに考えています。引き続いて2つ目です。塾代助成のについてです。中学生の塾代助成について、オンラインの学習塾で、利用できるようになりましたので、その報告です。いわゆるそのインターネットを使って、授業を受けることができる、学校外の指導を受けることができる、まあ、これはすでにあるわけですけども、これを塾代バウチャーでも使うことができるようになったというご報告です。これは塾代バウチャーが月1万円ということで、いろんな事業者が関与してくれてますけれども、大きな進展なのではないのかなというふうに考えています。まず現在ですけれども、市内居住の中学生の約5割に相当する3万1000人を対象に、学習塾にかかる費用、この塾代バウチャーというのを月額1万円を上限で助成しています。まあ、対象となる教室はもちろん学習塾とか、そういった勉強の塾はもちろんそうですけれども、文化とかスポーツ教室、まあ、そういったことも広く利用できるような、そういった仕組みにしていただいています。現在ですけれども、今年9月の段階で2186教室が利用できるという状況です。まあ、まさにこういった形でですね、これはまあカード、塾代助成カードを持つ家庭にお配りしてますけれども、こういったちょっとまあこれは細かいですけれども、それぞれの区ごとに、いろいろ学習であったりスポーツであったりということで、今2000の事業者が登録して、くれている。これをさらに広げていきたいと思っています。で、現在区役所でですね、中学校において民間の事業者を活用して、この塾代バウチャーの事業が利用可能な課外授業、いわゆるその中学校という学校を使って民間の方にちょっと塾をやってもらうというようなことをやっています。これまで淀塾、西成学び塾と淀川西成で、しておりましたけれども、9月から新たに4教室がスタートしまして、合計で6区12教室になりました。これは僕自身も施政方針演説で言ってますが、その学校施設というのは非常に、もっともっと利用ができる、利用価値の高い社会資源だと思ってますので、まあ、これまで教育委員会はが管理するということで、学校は学校、それ以外と完全に切り離すというのが常識でしたけれども、僕はここで塾であったり、まあ、その他の、まあ、管理の問題あるにしても、他からの利用というのをもっともっと広げていきたい、学校についてはそれだけの大きなポテンシャルがあるというふうに思ってます。まあ、そういった意味で、この放課後課外にですね、こういった学校を使っての、そして塾代バウチャーを使っての授業が各区で広がっていくというのは、まさに喜ばしいことだと思ってます。まあ、他の区役所でも頑張って取り組んでいただきたいというふうに思ってます。学校とそれ以外の障壁をなくしていくというのは、施政方針演説でも言わせてもらった通りですが、まあ、そういった取り組みが徐々に広がってきていると。そして最終的には、その学校に通う子どもたちのですね、学びの場というのが非常に増えてきているんじゃないかというふうに思います。まあ、経済的に余裕がなくてもですね、しっかり学校外の授業も受けれるというようなことも実現しつつあるのかなと思っています。で、まず交付率です。塾代助成事業について、交付率、これは当初非常に交付率が少なくて問題なんじゃないのと、いろんなところから批判も受けましたが、その制度がどんどん広がっていき、そして、事業者も増えてくる、そして事業自体の認知度も出てくる中で、確実に増えていっています。当初これは平成26年度を始めたところは 31% ぐらいから、これカードを交付した率ですけど、まあ、実はカードを交付して交付を受けて実際利用するかどうかは別ですから、まず交付を受けたのは当初 30% ぐらいから始まりましたが、
昨年の27年度の3月末では約 59%、60%、 そして今回は 51% から始まってますので、どんどんこういう上がり方になる傾向があるんですけど、今の時点で 60%、 非常に交付率が右肩上がりで増えてきている状況だというふうに判断しています。で、引き続きまして、これは利用率ですけれども、利用率についてですが、これ見てもらったら分かりますけれども、当初 20% ぐらいからスタートしましたが、だいたい今 40% ぐらい、今も 40% です。 40% ぐらいの利用率になっているということです。今回ですね、10月からオンライン学習塾、先ほど申し上げましたオンラインの学習塾もこのインターネットで活用できるようになりますので、さらにこの利用率の向上を目指していきたいというふうに思っています。今回利用可能になる参加事業者については2社を予定してまして、塾代助成カードを持つ家庭の皆さんには個別にそのサービスが利用できますよということを周知していきます。それから10月から新たにこの塾代助成カードの交付を受ける方については、このいわゆるそのインターネットでこの塾をするというこの事業者2社を含めたですね、新たなこの参加リストもお渡ししてしたいと思っています。また専用のホームページについてはですね、明日から掲載をさせていただきます。この事業については多くの方に利用していただきたいというふうに思っておりまして、このカードの申請をされていない方についてはぜひご利用いただきたいというふうに考えております。このカードを発行するのに3ヶ月ほど時間がかかりますので、そこをご利用いただきまして、ぜひ申請いただきたいと思っています。申請方法の詳細については、大阪市の塾代助成事業運営事務局まで連絡していただきたいというふうに思います。これはオンライン学習で利用できるようになりましたという仕組みです。で、この利用の申し込みについてですけれども、電話番号でいうと0664525273で受け付けておりますので、ぜひですね、このカードの申請であったり、あるいはその事業に参加していただける方はですね、ぜひ登録していただきたい、事業者の側も登録していただきたいと思っています。こういった事業を通じることでですね、子どもの、いわゆるその学校で受けている教育の中でも、なかなかそこで受けても理解しにくい部分であったり、あるいはそれ以外の新たに伸ばしたいというような部分、それからまさにその教育を受ける機会っていうのをですね、できるだけ増やして、その子どもがどんどん勉強であったり、スポーツであったり、文化であったり、いろんなところに触れられるようにしたいと思ってますし、合わせてちょうどこの世代については非常に経済的負担が大きい世代でもありますので、そこの可処分所得を増やすという意味でも、ぜひここは広げていきたいなというふうに考えております。次、3つ目ですが、梅北の2期の暫定利用区域におきまして、耐水槽の蓄熱利用の実証実験を行いますというものであります。これはまずどういうものかといいますと、この耐水槽の蓄熱利用というのは、いわゆる再生可能エネルギーの一つです。地下水を多く含む地層がある場合に利用しやすいという仕組みでして、地下水に多く進む地下水を多く含む地層から熱エネルギーを取り出して、そして建物の、いわゆる大きな建物の冷暖房についてですね、その地下水を利用して省エネ、そして CO2 削減、ヒートアイランド現象の緩和を期待するという、そういった仕組みです。で、これ大阪市で見るとですね、この赤で示されている部分、赤に近い部分がいわゆる耐水槽と呼ばれるものが多く含まれている部分でして、まさに大阪においてこの再生可能エネルギーという意味では非常にポテンシャルの高いものであります。このポテンシャルで理論上で計算すると 2.8×10 の7乗ギガジュールという、こういう数値があってですね、これどのぐらいなのといえば、
市内の年間エネルギーの消費量の 15% に相当するぐらいのそういったポテンシャルがあるというのが大阪市域で分かっているという状況です。そのためのこの梅北2基もちょうどエリアに入ってますので、その暫定実験を行いたいということです。で、これはもう環境省の採択を受けてやる事業でして、この産官学の連携の中でこの開発を進めていきます。事業の年度ですけれども、27年度から29年度に予定してまして、技術開発が開始されたのは27年4月なんですけれども、28年10月、今年の10月から実証実験に、工事に着手していきたいと思います。で、事業費は4億4800万円です。これは基本的に国からの予算を受けてということになりますが、この実証実験を行っていきます。ちょっと分かりにくいので、どんなことなのということをもうちょっと分かりやすく図示した説明がこれです。要はですね、耐水層という水を含んだ層があります。で、この層の中にですね、この夏場に冷水を井戸先の1個戻してもらっていいですかね。この機械があるんですけども、これ完成した井戸ですけどね、ポンプを2本垂らす形で、1本を吸い上げます。1本をこの冷たい水を吸い上げていくと。で、冷たい地下水を吸い上げてですね、それを空調に利用すると。こういった、ここもそうですけど、大型のビルっていうのは水を冷やしたり温めたりして、冷房したり暖房したり使ってますんで、そもそも冷たい水を吸い上げたら使うパワーも熱量も少なくて済むわけですね。ですんで、冷たい水を汲み上げて、それを空調に使う、冷やす、そしてビルを冷やす。だから暖房に使う電源として少なく済むわけですね。で、そうすると当然使うと暖かくなりますから、暖かくなった水については地中に戻すと。で、地中に戻すとですね、より暖かい水が地中に溜まるわけですけども、これはなんか時間が経っても暖かいままらしいんですね。僕も専門的ではないですけど、そういうことらしいです。時間が経っても暖かいのは暖かいまま土の中にこもるらしいです。そうするとこれ夏場、これまあ暑いわけですけども、ただ夏場に冷たい水を吸い上げて暖かくなった地下水を地面に戻しておくと。そうすると冬になった時に暖かい夏場に溜めた水をですね、今度逆に汲み上げると。今度は逆バージョンです。逆にそれを暖かい夏場温めてた使った排水を逆に今度は利用すると。そうすると冬場ですから当然冷たいですから冷たくなると。そう、冷たくなったのをこっちに戻すということを繰り返すということで、従来のシステムの 35% の省エネを実現できるということです。要は夏と冬の気温差、温度差を利用する、そして地下水の特性を利用することで、消費する熱エネルギーを極端に減らすことができるということがこの技術であります。で、これを本格的にやるために、まず実証実験が必要ですから、この実証実験を海北で行いますということです。で、この実証実験を得て得られた結果をもとに、学識経験者とか国とかとも共同してですね、いろんな知見を集めて、そして、この用水、水を汲み上げることの規制のあり方の提言とか、特区を活用してですね、この耐水層の蓄熱利用のシステムの実現化を、実用化を目指していきたいというふうに考えています。引き続きまして、これ最後ですけれども、リオデジャネイロオリンピックの成績優秀者の方に対する大阪市市長特別表彰を行います。オリンピックについてはもう皆さんご承知の通り、オリンピック・パラリンピックについては非常に、皆さんもこの強い応援をされてですね、素晴らしい結果が得られているところであると思います。そしてですね、大阪にゆかりのある選手も多くいらっしゃいますので、その選手に大阪市長特別表彰を行いますということです。まずですね、全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が9月23日の金曜日から9月25日の日曜日まで
ヤンマースタジアムの長井のスタジアムで行われます。まあ、そこで行われますので、ちょうどその会場に私も出向いてですね、市長特別表彰をしたいというふうに考えています。ぜひですね、このメダリストを間近で見れる機会でありますから、大阪市民の皆さんもこの長井に足を運んでいただきたいと思います。大会開催の9月24日土曜日にオリンピックの 4×100m リレーの銀メダルを獲得しました第2走者の飯塚翔太選手、それから第4走者のケンブリッジ飛鳥選手、棒高跳びで7位入賞されました佐賀の大地選手にこのヤンマースタジアムで市長特別表彰を行います。さらに9月26日には卓球の銅メダル獲得されました伊藤美誠選手に市長公室で同じ表彰を行います。それから現在行われていますパラリンピックについてもですね、大阪にゆかりのある選手が活躍しています。津川拓也選手が水泳 100m 背泳ぎで銅メダルと、和田伸也選手が陸上5000と 1500m でそれぞれ6位に入賞されました。同じようにパラリンピックで活躍された方にも表彰を行っていきたいと思っています。まあ、これからスポーツの秋を迎えるということで、10月30日には大阪マラソンも行われます。この大阪マラソンには私自身もチャレンジランとして出場したい、まあ出場する予定であります。この大阪マラソンもぜひ盛り上げて、僕自身もチャレンジランに出場してぜひ盛り上げていきたいと思います。スポーツを通じて、まあ大阪が元気になる、活性化するということに取り組んでいきたいと思います。はい、私からは以上です。はい、それでは質問をお受けいたします。必ずマイクを通しまして、社名、氏名をお名乗りの上、よろしくお願いいたします。では、管理者の大阪日日新聞さん、よろしくお願いします。大阪日日新聞の星と申します。管理者から質問させています。はい、まず子どもの生活に関する実態調査なんですけれども、4万3000世帯が、回答があったということですけれども、まあ、アンケート調査を通じてですね、まあ、市長ご自身の、まあ、課題認識、あと、まあ、全体的な印象なんですけれども、その辺をお伺いできますでしょうか。まずこの中身については、当然これから の分析ですので、今回収が終わりましたということです。ですので、中身についてはこれから専門家を交えて分析していきます。ただ、まあ、この今分かっている段階でのこの回収数、回収率というのは非常に僕は高いと思ってます。30% とか 40% かなというふうに思ってましたけども、約、まあ、小学生に至っては 80% を超えてますんでね、まあ、そういった意味では、この大阪市の施策に、この子どもの貧困対策、まあ、実態をぜひ反映してほしいという声が大きいんだろうなというふうに認識しています。このアンケートを作るときもですね、最初は案内文というかお願い文とか非常にぼやっとしてたんですけど、これはもう僕ダメだって言ったんですよ。これは子どもいわゆる貧困の実態、貧困対策として使うんだから、それをしっかりと伝わって、これは大事なアンケートなんだよということは、これ批判あってもそれやってくださいということをやって変えた経緯もあります。まあ、そんな中で市民の皆さんも、これは大事なものなんだなというふうなことの共有ができたんじゃないのかと、まあ、それがこの回収に使ったと思いますし、まあ、そういった思いというのもそれぞれの現場の学校の先生がよく把握してくれてですね、回収率を上げるということに努めてくれたんじゃないのかなと思ってます。ですので、この結果をしっかりと市政に反映させることが大事なんだろうなというふうに考えています。ただ中身についてはこれからの分析です。専門家の意見を聞かれるということですけれども、まあ、今後新たに会議体を設けるとかですね、そういうことをお考えなんでしょうか。いや、そこまで考えてないです。子ども貧困対策会議というのはこれ僕座長としてやってるわけですから、まあ、そこで読んだりとかはあるとは思いますし、それぞれ部局がいろんな意見を聞いたりとかっていうのはあるとは思いますけれども、特に別の会議体というのは今設けるつもりはないですね。あくまでも検討会議がベースでということ。そうです。まあ、あとスケジュール感の確認なんですけれども、まあ、今後の検討会議で、アンケートベースに19年度予算に反映できるものは、反映していきます。で、新たに、来年の3月、まあ、今年度中に取りまとめをして、30年度予算に
改めて、まあ、ブラッシュアップしていくというような理解でいいでしょうか。そうです。あの平成29年度の予算にもこれは必ず入れていきたいと思ってますんで、ただそれは速報値に基づいての検討になりますんで、速報値に基づいて平成29年度に施策としては実行性のあるものを入れていきたいなというふうに考えています。ただこれ役所の予算の仕組みとして政策を立てて予算の枠取りっていうのをいろいろやっていくっていうのはもう今すでに徐々に始まっている話ですんで、ね、ですんで私の中ではこの29年度と30年度というのを一つの塊と見て、しっかりとこの結果を分析して子どもの貧困対策について短期間じゃなくてね、長期間のスパンで、対策を打っていくものだと僕は思ってますから、この2年度っていうのを大事にしていきたいなと思ってます。例えばその29年度の段階で、予算の段階で反映できるものっていうと、どんなものをイメージすればいいんでしょうか。まあ、これを次の子ども貧困対策会議で、まあ、詰めてはいきたいとは思いますけども、例えば先ほどの晩ご飯食べてないということであれば、今子ども食堂というのは非常に増えてきてますけれども、その実態はどうなんだろうかとかですね、今この得られた結果をもとに、そういったことを検討したりだとか、あるいはそれぞれ区ごとの分析もこれできますんでね、それぞれの区長にもこれ見てもらって、何かこうパイロット事業的なものを検討できないかというようなものが29年度の主たるものになってくるのかなというふうに考えています。ですのでそこは必ず実施はしますけれども、29年度30年度合わせて一つのものとして今回これだけの大規模な調査をしましたんでね、施策で打ち立てていきたいというふうに考えています。そしてそれがずっと続いて、いくことで、これは1年やったから解消できるとかそういう即効性のある分野ではありませんので、ぜひそういったものをそういった視点で進めていきたいと思っています。ありがとうございます。もう一点なんですけれども、梅北2期の暫定利用区域の、耐水槽蓄熱利用実証事件なんですけれども、まあ、この事業を通してですね、まあ、この事業に対する、まあ、期待感であるとか波及効果というのは市長どのように考えていらっしゃいますでしょうか。いや、僕はすごい面白いなと思ってまして、これは、まあ、現段階は実証実験で、まあ、環境省も含めた、まあ、国と一緒にやるという事業ですんでね、ですけど中身としては非常に面白いなと思ってます。というのはポテンシャルがこれすごい高いですね。 15% 市内利用の熱エネルギーの 15% でしたかね。 15% を年間市内の、まあ、全ての年間エネルギーの消費量の約 15% に相当するというわけですから、まあ、これはあくまで理論値ですから、ね、まあ、これは全ては僕も思ってない、つまり単純な発想には立ってないですけれども、ただ非常に面白いと思ってる。で、なんでかっていうと、まさにこの再生可能エネルギーというか発想が夏と冬のこの温度差を利用すると、それが地下水のその特性を利用すると、でじゃあ器具として何がいるのというと地下水でこれを組み上げるということですから、あの器具自体もそんな高くないらしいんですよ、聞いたら。その装置を作るのも、まあ、1000万か2000万円かちょっと分かりませんけども、そんなめちゃくちゃ高い設備が必要になるものでもないからということは、当然これはそれをすることで地盤のね、よう水吸い上げますから地盤沈下なれへんかとか、まあ、そういった実験を今これ やるわけですけど、まあ、そういった課題がクリアできるんであれば、これは非常に少ないコストと非常に少ないパワーで大きな結果が得られる、まさに再生可能エネルギーの一つとして非常に重要になってくるんじゃないかと。でそれをしかも大阪市でこれだけたくさん、ちょっと中心部は少なかったですけど、この湾岸部と平野のこのエリアについては非常に耐水槽が多くあるということですから、こういったことを努力をしていくことが、その省エネとかにつながってくるんじゃないのかなというふうには思いますね。暫定利用の、まあ、活用として、まあ、この事業を実施されるわけですけれども、まあ、一般の方も、まあ、多く来られる中で、そのにぎわいっていう部分ではつながっていくんでしょうか。これ全部使うわけじゃないですから、もう一部分だけです。ごくごく一部分ですから、一般の方が使われるっていうのは緑の迷路であったりとかですね、今ちょうど滝が流れるような緑の作ってますけどね、いろんなフリーマーケットとかしますん でしかもこれはなんかちょっと難しい分野ですけど、周りをちょっと当然なんか陛下の中で囲わなきゃいけないんでしょうけど、なんかこう看板でもつけてあったら一定の人には面白いなと思ってもらえるんじゃないですかね。僕なんか面白いなと思いましたけどね。
だからあとは、ただこれは本当にごくごく一部の面積だけですから、それで全部やる意味ではないです。ありがとうございます。あのもう一点なんですけれども、地下鉄の民営化の関連なんですけれども、先日の自民党の方から、基本方針案に賛成する、関連で、まあ、あの12項目の、要望がありましたけれども、まあ、市長これを受けて、まあ、9月中に、答えを出すというようにおっしゃってましたけれども、その後ご検討はいかがでしょうか。うん、その方針に変わりはないです、うん、9月の交通水道の委員会までには僕自身の大きな方向性というのは自民会派に伝えたいと思っています。わかりました。まあ、関連してなんですけれども、13日に公明党の方から、8項目の、申し入れがありました。まあ、具体的にはその関西電力株を、まあ、市の方に、置いておくことであったりとか、経路バスや、まあ、一日乗車券の拡充という、まあ、8項目があったわけです。まあ、この申し入れに関する受け止めをお願いできますでしょうか。これはあの公明 その申し入れを受けたときにお話ししましたけれども、まあ、あのこれは公明としての提案だということですね。あの市民の利益を考えるとこうやってほしいという提案として提案するということ、まあ、自民の場合は条件という話でしたけど、これは提案でより良くするためにはどうしたらいいかということの提案ということで、まあ、当然第二あのこの大きな会派の一つの意見ですから、あそれは重く受け止めて反映するとか反映していくべきだなというふうに考えてますし、まあ、これは無理だなというところはやっぱりそれをその何か別の方法はないかというようなところも含めてですね、あの考えますよという話はさせていただきました。まあ、あの公明の皆さんもあのもちろんこれは絶対条件という意味じゃないけども、我々はこれがいいと思うよっていう、だからこれは提案としてしっかり受け止めてほしいということでしたので、これはあのそういった意味であの受け止めて、あのまあ、あるべき論についてですね、まあ、質疑の中で、いろいろ回答していこうかなと思っています。ただ1項目ずつこれが丸です、バスとかですとかそんなんじゃなくて、まあ、それは質疑の中で議論させてくれたらいいというのもこれは公明の意見でしたから、まあ、質疑の中で、まあ、しっかり事前に検討した上で、回答して、理解を得るようにしていきたいと思っています。まあ、丸バスというのはもうこれから、うん、そうですそうです、うん、でこれがバツだ、これがバツだから全部バツとか、あのそんな話ではないですかね、公明党の話の中では。わかりました。ありがとうございます。感謝からは以上です。毎日新聞の毎日新聞の念仏です。子どもの貧困のことでまずお尋ねしたいんですが、あの今回この発表のあった代表的な結果というところについて伺いたいんですけれども、今まであの市長がこれによって認識を新たにしたな、あるいはもしかしてそうじゃないかなと思っていたところが認識を裏付けられたなという部分がもしあったらちょっと教えていただけますでしょうか。はい、子どもが学校から帰ってきて勉強を全くしてないっていう率ってどのぐらいなんだろうなっていうのは非常に興味を持ってまして、で今回の数字って非常に高いなと思いました。ここは全国として倍以上の数値が出てますんでね、全国のいわゆるこれまでの学手とかでもなかなか成績が十分じゃないじゃないかというようなご指摘も受けたりもして、実はそこの分析もまたそれはそれで片方でやっていってるんですけども、いわゆるその学校外でどうなんだろうというところは非常に興味もあってですね、まあ、それについては全く勉強しないっていうこの小学生中学生が、まあ、全国の倍以上いるっていうのは非常にこれは課題だなというふうに思ってます。それから全く夕食を食べないっていうのは、まあ、朝食もこれぜひちゃんと食べなきゃいけないんですけど、夕食を食べないというのは食べないのかと食べられないのかちょっとわからないですけれども、朝食っていうのはどうしてもこれ食べてやるのが当たり前ですけどね、ただまあその朝の時間とかみんなドタバタしてる時ですけど、夕食を食べてないということはこれは当然時間のある中でもそれができてないっていうのは非常に大きな問題だろうなと、まあ、それが、まあ、1.4% もいるというのは大きな課題かなと、そのあたりはちょっと強く感じましたね。まあ、ちょっと分析はこれからですけれども、学校終わってから全く授業勉強しに取り組まないというのが非常に数値として高いなと思っています。もう一点ちょっと別の質問になるんですけれども、北部の児童相談所の設置について、まあ、大流力候補にあたっている北区のマンションというのがあったと思うんですが、
これ耐震工事が新たに必要だというところだとちょっと時間がかかるということもあって新たにそういった工事をしなくて入れるスムーズに入れるというのが一つの利点として数えられてたと思うんですけれども、今このマンションに住んでらっしゃる方々が反対されていて、この話し合いが長引くということになるとですね、スムーズに、そこで事業が開始できるというふうにはならないんじゃないかとも思うんですが、そういった観点から候補地を再び広げるということは市長の間に選択肢としてはありますか。広げるというか現在最有力候補地ということですんでね、そういった意味でまあ、これは僕も考えていきますけれども、まあ、最有力候補地において、その住民の皆さんの理解を求めていくというのはこれ当然部局としてやっていくべきことですから、これはちょっとこれからも続けていきたいと思ってます。だから今の段階で1個に決定して絞られたというのではそういう意味ではないですから、ね、まあ、最有力候補地ですから当然そこの理解を求めていく、まあ、これ耐震性も備わっているわけですから、住民の皆さんの理解もね、なんとか得られるような、まあ、そういったことをしていくのがベストだろうというふうには思ってますから、その努力を今しているということです。すると最有力候補地という位置づけはこれからも変えないで、話を続けていくということですか。そうです。はい、読売新聞さん、子どもの調査の件でまずお伺いしたいんですが、今回出ている回答の中で、まあ、市長もお話しされたように子ども食堂であるとか実際に今もう継続中の進められている政策に関連する回答があると思うんですね。優勝交代1年役だったら子ども食堂だし、子どもが1人でいる 17.8% とか居場所を作る事業とかそういうものに関連していると思うんですが、そういうものを改めて、まあ、これからも継続していく必要性であるとか、さらに来年以降力を入れていく必要性であるとかっていうのをこの数字から改めて感じられたっていうのはいかがですか。そうですね、例えば子ども食堂であればこれもう民間の NPO 法人とかでも結構大阪市内でも広がってきてますんでね。ですんでこれどちらかというと役所丸がかえでやることではないのかなとは思ってます。ただ民間をサポートするっていうのが本来あるべき姿かなというふうに思ってまして、今回のこの数値結果を見てもある程度出てきてますしね。じゃあ実態はどうなんだっていうことをそういった現場の子ども食堂の方々からちょっと意見を聞くというようなこともやっていきたいと思います。それはまあ僕自身が行くということでもなくでないとしてもね、この子ども貧困対策会議のメンバーとして、そういった子ども食堂の実態というのはどうなんだろうかと、まさにそこに一つ現場の社会資源があるわけですから、その社会資源を、まあ、利用させていただくというのは言い方悪いですけども、その現場の声というのもちょっと聞きたいなと、そしてこの子ども得られた数値も含めてね、子どもの貧困対策のあるべき施策に取り入れていきたいと考えています。1.4% という数字は、先ほど学力とも兼ね合いもそうですけど、高いというふうに市長が受け止めておられます。僕は高いと思いますね。夕食ですからね。はい、育ち盛りの子が 1.4% も、毎日食べてないというのは、非常に大きいと問題だと思いますよ。あともう一つがですね、今回の回答率というのは極めて高いというのは、他の自治体なんかが実施されていることと比べてもおっしゃる通りだと思うんですが、とはいえ、22% の人の声をですね、今回せっかくのチャンスだけどつかめなかったっていうのも残された課題だと思うんですよね。 22% というのはとても無視できない数字だと思うので、しかもその回答してこなかった人たちこそその貧困であるとか、まあ、育児の悩みとかですね、そういうさまざまな問題を抱えている可能性が高いとも考えられます。この声っていうのをどういうふうに拾い上げて、政策につなげ、来年以降の政策の中に反映させていくのかっていうのを改めて、例えば聞き取りであるとか別の形で何かキャッチできないかっていうのを考えておられるんじゃないかですか。ただ改めての聞き取りといっても、それはそこまで、まあ、今回これだけあって特定してやっていくというのは現実的に難しいんじゃないですかね。ただその中でおっしゃったように、この残りの 20% の方こそ、その実際そういう救済を必要としている人も多いんじゃないかと、そういう推測ですけど、僕もそういう推測があります。だからこそ先ほどの毎日夕食を食べてないというこの 1.4% という数字がですね、
まあ、単純に大阪市全体の 1.5% という僕は理解じゃありません。あの 22% から回答しないわけですから、まあ、その回答された中での 1.4% というのも含めるとこの 1.5% は高いなと、まあ、そういう評価の仕方です。まあ、これはあくまで 100% じゃこれ無理ですんでね、その中でも、まあ、普通は 30% か 40% なんじゃないですか。あの他の自治体でもやってますからちょっと調査してもらったらいいと思いますけども、まあ、それと比べては非常にあのやっぱり高い、っていうのはかなり実態に近づいている。そして数も、ね、率も高いっていうのは非常に実態に近づけていってるんじゃないのかな。で残りのじゃあ 20% だって言い出すとこれはもう例えば選挙に行かない人に対する意見どう聞くんですかにちょっと近いところには なってきますけども、ただあのそれはあのまさにそういったことに関心すら持てないようなとこであの家庭であったりということもこれはもう社会常識として推認しますので、そこを推認してこの結果をもとにどうあるべき施策がどうあるべきかというようなことにつながっていけたらなというふうに考えています。直接アンケート、再アンケートするとかヒアリングをするというのは、まあ、現実的には難しいとは思うんですが、まあ、実際にこういう、まあ、困っておられる方のサポートに携わっている例えば、全国訪問なんかを具体で赤ちゃんが生まれた時に定期的にしたりしてますよね。そういうところで実際に直接見ているような職員から聞き取るとかサポートしている NPO からですね、もっと実態に即したサポート策というのは、市としてどんなのが必要なのかというのをこの 20% の声を反映させるために別の形で本人たちではない別の周りから、キャッチするという方法ってありますか。計量的にそのキャッチするかどうかという問題はあると思うんですけれども、先ほど言った通りこのアンケートが僕は非常に大事だと思ってますけど、それ全てだとは思ってないですから、だから先ほど申し上げたもう現に子ども食堂で事業をされているような NPO 法人、これもすごい重要な情報が社会資源として僕は集まってきていると思いますんでね、だからこのアンケートにも反映されているようなところも多分把握できる部分もあると思いますから、まさにそういったところからの意見聴取というのはあのやっていきます。まあ、そういうところで補いながら最も適切な施策は何だろうなと、これはやっぱり市民の税を投入するわけですから、何が一番効果的かなというのはじっくり考えて、まあ、そういった意味で今年度まだ速報値の段階ですからね、今年度と次来年度を合わせて一つのこの施策として考えたいと思っています。どうしても出ている数字で保護者のがあのアンケート結果の回答で一つ出していただいているんですけど、これは要は身近に相談できる人がいない人の 6.5% というのが出てまして、この専門家なんかに言わせるとこの、保護者が相談できる人がいないということ自体がその、孤立化であったりとかですね、その追い込まれるということを、まあ、象徴するような質問項目であるという指摘がありまして、まあ、この、相談できないことによってそのネグレクトであるとかですね、虐待とかということに陥るっていうのは過去の大阪の事例でも実際に何件もあったと思うんですね。この数値についてどういうふうに受け止めておられますか。この子どもの貧困対策っていうのはその当然子どもにスポットを当てて僕は判断してきたと思うんですけれども、大事なやっぱりその保護者自身もそのやっぱりその家庭で成り立ってますんでね、だからそういった意味ではこういった心配事悩み事を市民になって聞いてくれる人がいないというのが 6.4% いるということは非常に回答率としては大きいだろうなと思ってます。ちょっとこれは詳細な分析も必要ですけれども、一人親家庭、まあ、これはここから僕の推測になるんですけど、例えば離婚して女性の一人親家庭とかどうなんだろうか、多分ここに当てはまってくるのも多いだろうし、なかなか大変な状況になってるんじゃないのかなという推認もありますんでね、じゃあそうであれば例えばまあ、じゃあ養育費ってどのぐらい払われてるんですかとかですね、まあ、養育の払われてる率っていうのは僕は少ないんじゃないかなと思ってますから、これ本来まずは親ですからね、まあ、で離婚したとしても父親は父親ですから、当然これは社会としていわゆるその行政として子どもたちを守るという点からサポートするのは当たり前ですけど、まずは僕は親の責任だと思ってますんで、離婚しても親の責任というのはこれ果たしてもらわなきゃいけません。で女性の一人親家庭の場合は特にその男性の父親がね養育費払ってないとかっていうのはこれはあってはならないことだと思ってますんで、もちろんその支払い能力が全くないっていうことも、まあ、多くあるんでしょうけども、まあ、それにしてもその優先順位をこれは高めてもらわなきゃいけませんから、
あの養育費を支払わない、まあ、逃げ得みたいなことは僕は絶対許さないという思いでありますんでね。だからそういった部分についても、あの徹底的に追いかける仕組みとか、そうならない仕組みってないのかなって、まあ、今ちょっと腹では思っているところもあるんですけど、まあ、そういったところも含めて、ちょっと子どもの貧困対策会議ではあの考えたいなというふうに思いますね。最後の質問なんですが、来年度以降実施する政策として、まあ、今やっているものに力を入れるのは当然そうですけど、区単位でパイロット事業なんかもできるわというふうにおっしゃいましたけど、今具体的にイメージされているような分野っていうのはあるんですか？いや、僕がイメージしているのは、ちょっとこれ本当にイメージの分野なんで、子ども食堂の方とかもいろいろ意見も聞いたり、あの子ども貧困対策とかでもいろいろ聞いたりもしたいですけれども、まあ、そういったあの子ども食堂が一つの、まあ、晩ご飯を食べる、そういった救いの場になっているんであればね、そこになんかこう女性かなんかをして、まあ、大学生かなんかボランティアみたいな、ほぼボランティアみたいな形で、あの学習指導も一緒にできないかとかね、分かりませんよ、実態として今のままとんでもないできる状況じゃありませんと言われるかもしれませんけども、まあ、そういったことができないかとか、まあ、いろいろ可能性について考えたいと思います。ただこれは僕の机上の空論だけで決めるのは絶対良くないと思っているので、まあ、現場の声も聞いて、なんとかそのちゃんとまずご飯を食べるということと、そしてその勉強を、ね、もうする機会が得られるというような、そしてその一点癖がついて、これやったらできるんだと思えば自分でもできるようになりますんでね、その成功体験を味わってもらうというのが僕大事だと思うんですよ。成功体験がない中で進んでいくと、これは良くないですから、一つ自分で成功体験したら自分でもこれできるようになると思ってますんでね。だからそういった機会をなんかこう増やしていけるようなものはできないのかなと。そういう意味でも現在の社会資源である子ども食堂なんかを、この今のいわゆるパイロット事業というか、次の、ね、年度の予算では反映できないかなというふうに考えています。あとはやっぱり、一人親家庭でちょっとこれ数値も見てみたいですけど、養育費を支払ってない父親に対してどう徹底的に追及していくか、もうちょっと考えたいと思いますね。その養育費に関してはやっぱり弁護士時代からそういう実態というのを見てもらって強く感じているとそうです、それはそう思いますね。それは、まあ、僕自身の経験でしかないけども非常に多いと思いますよ。離婚して、養育費の僕らなんかが、まあ、かつての弁護士業務としてやるときはちゃんと養育の取り組みをした上でも払わないという人が多いですから、それでも追いかけていくわけですけどね、そもそも養育費の取り組みを してないとかね、したとしてもその法的な手続きとか弁護士を使ってるとかじゃない中での諦めてる女性の一人親家庭とかも多いんじゃないかなと思うので、まあ、本当に弁護士に相談したりとか裁判所を使える人はまだ僕はそれはもっともっとやるべきですけど、そうじゃない、そこにたどり着いてないところに、そういう一人親家庭の女性の一人親家庭の問題点も多くあるんじゃないのかなと思いますから、そうならないようにする仕組みとか、そこを追いかけるような仕組みっていうのは何かないのかなというのはちょっと考えたいと思いますね。その背景として、背景思想としては、いやまずこれ親でしょっていう、離婚しても親なんだからと、父親としての責任を果たすまで追いかけたいなというのが僕の個人の意見、思いですけどね。新聞の田辺と申します。その先ほどから市長がおっしゃっているように、学校以外で全く勉強しない生徒の数が多いというふうにおっしゃっていたんですけど、この数字っていうのはこの塾代の女性事業にの拡大に結びついているんでしょうか、市長。その事業拡大するっていうことは、学校外で勉強する子どもが少ないっていうことと結びついているのか。そうですね、まあ、塾代助成事業は今中学生の約半分が利用できる仕組みになってますんでね。ですんで、その家庭の中で実際利用されている方で、まあ、これは聞くところによると、本当にそれを支援を必要としている方の利用率は少ないんじゃないかという意見もありますから、できるだけ利用しやすい仕組みにしていく必要があるだろうなというふうに思っています。まあ、先ほどのオンラインの分については、まあ、これはその範囲を広げるという意味で非常にメリットだと思うんですね。塾になかなか行けなかったりとか、まあ、一つの単価が高いですから、まあ、当然パソコンがいるじゃないかって、パソコンも高いじゃないかといえば、まあ、そうなんですけれども、まあ、逆に言うと、その今中古のパソコンでも古いパソコンでも一つあればですね、そこからちゃんと勉強の機会を得られる、
というようなことについては僕はプラスなんじゃないのかなと思ってます。ただ先ほどのオンラインについてはそれだけじゃなくて広く広げていくということでも施策として有効だと思いますし、塾代助成がその子どもの貧困対策について結びついているという側面もあると思いますから、でそこを僕は広げていきたいと思ってるんですよ。まあお金のある人はお金のある人で行けばいいわけですからね。まあ、そこも大事なところですけども、だから僕が言ってるのはその学校の中での、いや学校を使った、さっき言った2区から6区に広がって、要するに学校が終わった後に学校の施設を使った塾代バーチャーを使える仕組みっていうのがあればね、僕は利用しやすくなるんじゃないかな。その普段勉強から遠いと言われてる子もそこを推進することでね、使いやすくなるんじゃないのかなと。それ裕福な家庭の子っていうのはもう親が塾まで選択してですね、どの塾に行くとかまで決めてそれやったりもしてますんでね、それはそれでいいとは思うんですけれども、なかなかそういう選択がないという機会でもね、親がそういう選択しなくても、例えば僕は今度は学校の先生に勧めてほしいんですよ。夜こういうことやるからね、どうだというようなことをやってくれというようなことも、まあ、言ったりもしてますんでね、まさにそういった学校の中での学校施設を使った塾代バウチャーとか、そういった勉強の機会を広げていくというのを僕はやっていくべきじゃないのかなと思いますけどね。こういった事業を進めることで、その学校外で勉強する子どもも増えていく、うん、はい、この事業のほかにこれから学校外で勉強する子どもを増やそうとする何か取り組みと考えていらっしゃる？塾代助成以外で、子ども学校外で勉強する子どもの率が今多いということで、勉強しない子どもの率が多いので、これから勉強させるようにだと、うん、そういった取り組みと、うんうん、ですので、例えば僕が今持っているのはその子ども食堂の中にね、そういうボランティアの学生なんかが入ってきてもらって、そこで子ども食堂で非常に安いお金でちゃんと晩ご飯も食べれて、そのまま引き続きそこで勉強とかできないのかな、その学生来てもらってね、ボランティアみたいな価格で来てもらって、そこに、その事業に助成を打てないのかなというのは考えています。ただこれは子ども対策会議でまたやろうとは思うんですけれども、ただこれを聞けば、例えば子ども食堂のやってる方のやっぱり意見も聞きたいと思ってますし、そもそも運営自体がもう成り立たないぐらいの大変な状況なのに何を言ってるんだと言われるようなことからのスタートかなと僕は思ってるんですけれども、まあ、いろんなとか聞くとね。でも理想形としてはそういうところに現に集まったりしてるわけですから、そのまま勉強につなげればいいかなと。そこで一種の成功体験というのを得られたら、家庭での勉強にもつながってくるんじゃないかなと思いますからね。まあ、それ以外にもアイデアがあればどんどん、他にも副案はあるとしてもありますけど、まあ、いろんな区長とかも含めてですね、子どもの貧困対策を会議としてやってますから、部局の意見とかいろいろ聞いて、まず来年度の予算でできるものを構築したいと思ってます。毎日放課の佐藤と申します。北部の児童相談所の件なんですけれども、近くのマンション以外に賛同されたことのある候補地として、淀川区の市民交流センターと南方保育所があるようなんですけれども、南方保育所の方は今保育所が休止となっていて資材置き場となっていまして、地域の住民の方はですね、活用されるのであれば児童相談所を歓迎しますと言ってるんですけれども、それについては市長の考えはいかがでしょうか？住民の方が心よく受け入れていただけると、まあ、それが全住民の意見なのかどうかっていうのはある。それは全住民の意見なんですかね？自治会の代表の方がそうおっしゃっていて、自治会の代表の方、協会を挙げて協力しますということをおっしゃっています。そうですか。まあ、それが現に話が出てきたときっていうのは、今回も別マンションの中でも自治会の代表の方が言っているわけじゃなくて、現にまさに住まれている方の意見がと今シートの間でいろいろ説明をしているわけですから、まあ、それは現実化すればまたいろんな意見も出てくるとは思うんですが、ただその住民意見とは別のところで、冷静に考えたときに、この南方の保育所は面積が非常に狭いですから、この児童相談所として想定するその設置の面積をなかなか満たさないという問題があるかなというふうに思っています。まさにそのこれ児童相談所として必要な面積というのはやっぱりこれありますんでね、それが確保できるんであればいいですけれども、それが実際問題なかなか確保しづらいだろうと
いうことが一つの理由になってます。ただおっしゃるようにこれ最終決定じゃないですからね。なんで今そこが有力候補なんですか、北部のマンション の, 別になっているところが有力候補者なんですかというと、まあ、他と比較して有力候補ですということですが、最終決定ではないですからね。昨日ですね、そのマンションの住民の方々から反対の署名が提出されたんですけれども、マンション360戸あるうちの約150の反対署名が出たんですが、今後も、先ほど住民の理解を得ることが重要とおっしゃったんですけれども、これまで説明会何度もされてきた中での反対署名の提出なんですが、今後理解を得るためにどういった工夫が必要だと思われますか。まだ現状でいうと、なかなかこう詳細な説明をできる状況に至ってない、なんでここなんだという反対のご意見をまず受けているような状況だと思って、なかなか詳細な説明までしきれてない現状だと思いますので、まずそこの詳細な説明までしきれるような状況に持っていくように努力すべきだと思いますし、行政としてはね、それは今後もやっていく必要があろうかというふうに思っています。だからその理解を得る説明というのを進めていく、別に敵対関係を望んでいるわけじゃないですからね。この必要な施設を作るというのはまずは僕は大事だと思ってますし、まあ、そういった意味で、まあ、360戸のうち150戸の方が反対ということで、まあ、残りの200戸の方どう考えているかわからないですけれども、まあ、多くの住民の方が反対と言われている中で、その理解を得る努力というのは役所としてはしていくべきですし、していこうと思ってます。ただその 何ていうのかな、そのぶつかってるから絶対引けないから強硬的にやりますとか、僕そんな性格でもありませんのでね。ただこれ施設で必要なんで、そして最も適切な場所を冷静的に見たら、やっぱり北部の今の再流工事が適切だと思ってますんでね、まあ、そういった意味では住民の皆さんの理解を得る努力はしていきたい、と考えてます。理解を得られたかどうかというのは、何をもって、何を基準として最終的に判断されるかとか、その辺はいかがでしょうか。そこは判断基準というのが別に賛否の決を取るわけでもないので、その物差しのようなものはないですけれども、そこはもう最終的に行政として説明を尽くして、尽くすことをやり尽くしてですね、最後はやっぱり行政の判断、局の判断、僕の判断ということでどうするかというのは考えていくということになるかなと思います。だから今回予算で設計費用と計上してますけど、まだ具体的なこの設計に実行に移しているわけじゃないですからね。まず住民の皆さんに説明している段階だから、まず住民の皆さんに説明して理解を得るというのをやっていきたいなと思ってますね。なんですけど、北部で管轄する予定の7つの区 その場所から通いやすい場所というのを考えると、北区にこだわるというようなお考えはあるんでしょうか。いや、北区にこだわるというか、まあ、北部です。北部というエリアで、あれば特にその絶対北区じゃなきゃいけないとかっていうのは考えてません。ただ今ある元生き生きエイジングセンターの跡地は非常に、まあ、耐震性とか今の状況を考えたときには適しているだろうなと思いますけど、別にその北区ありきとかそういう考え方ではないですよ、うん。まあ、南部、中部、北部に一つずつ設置したいなというふうに考えてますね。はい、読売新聞の南です。地下鉄関係でいくつかお尋ねするんですけれども、吉村市長は地下鉄の運営管理の何もないのがここにも終わりかと伺った去年の市長選では完全民営化を掲げて投入されてますので、ただ一方で自民党の条件というのは保証金等で完全民営化とは、まあ、ほど遠い内容になっているんですけれども、その折り合いというかご自身の公約、まあ、今後その市民の条件に対する回答判断が検討される中で、ご自身の公約との整合性というのはどういうふうに整理されていますか。まあ、これは最終どういう方向性でいくのかと判断させていきたいな、させてもらいたいなと思いますが、僕の公約は確かに完全民営化です。で、
じゃあその完全民営化というのを考えたときに、これはこの3分の2の議決もいるという条件も当然考えた上で、今のこの公営のまま僕の任期が終了するということをどう考えるかだと思いますね。それはもう全く一切近づいてないわけですから、民営化にですね、まあ、どこまでを完全民営化というかというのはあるとは思うんですけれども、今の公営というのはまさに役所が経営して公務員が職員となるという仕組みですんで、ね、それはやっぱり、地下鉄というのを考えたときにはもう違う時期に来てるんじゃないのかなというのが僕の考え方ですから、まあ、そういった意味では今のこの完全準公営というあり方から、ね、その完全民営化に近づけていくという努力はしていくのが僕が掲げた公約、市民の皆さんとの約束にも近づいていくんじゃないのかなというふうに考えています。それからその市長選でも、まあ、選挙も支えられた大阪維新の会の市議団の方々とおとといですかね、意見交換されたかと思うんですけれども、まあ、その際には せっかく市民が出してきた条件だから、提案だから、度胸を持って受け止めたらどうだという意見もある一方で、例えば8号線の基金のことを念頭にですね、市民の負担につながるので、まあ、なかなか容認しづらいという声もありました。これは市長与党である維新の意見ですけれども、どういうふうに受け止められましたか？いや、やっぱり維新与党、責任与党、第一与党としてですね、みんな本気で悩んでるんだなというふうには受け止めましたよ。自民党の会派の案をこれ全部丸伸び、度胸を持って丸伸びすべきだと言われた方もね、その方も考えてるのは最終的には完全民営化っていうのをやりたいという思いなわけですよ。だけどもその丸呑みしないと今からのこの公営という形から一本も進まないじゃないかというような意見でそういうふうに言われた、まあ、これは一人の個人の会派としてのトータルの意見じゃないですからね、まあ、そういった意見もあり、一方で、その8号線の延伸の基金というのはこれは赤字なんだからこれは絶対ダメだよなというような意見もあった。これも一つの意見だなというふうに思ってます。で、僕が意見の交換をする前にね、言ったことは維新の皆さんの議員の意見を聞きたいと、ただ コメントする立場とか有識者の立場とか、まあ、そういう立場では我々はないんだよと、我々は政治家としてこれ物事を進めていく、まあ、責任を持ってやる立場だから、そういった立場で意見してくださいというのは僕はあらかじめ、言いました。それは有権者の方からするとね、これ維新、完全民営化というか自民の案なんかとんでもないじゃないかと言われる方も多くいらっしゃいます。これは確かにそれは有権者の思いとしてはそうだなというふうに僕も、まあ、そういうおっしゃる方の気持ちも分かりますし、まあ、一方で維新を応援して民営化を応援してくれる人の中もね、いやこれは進めるためにもやっぱり応じるべきだよというような方もいます。さまざまな意見がこれは市民としてはあると思うんですけど、議員としてはこれ政治家ですからね、ですのであまり無責任な立場で、無責任というか政治を動かす、そして3分の2をやるためにはこれ自民も公明も維新もこれないと物事は進まないという前提をきちんと置いた上で政治家として発言してくれということは言った上での皆さんの意見なので、まあ、それぞれいろんな意見ありましたけど僕自身も重く受け止めてますよ。まあ、それで最終的に僕自身が方向性を判断したいと思ってますね。だけど思っただけなんですが、その大きな方向性というふうに言われるんですけれども、その29日の委員会前に投げ返す答えとしては、各項目に対する見解ではなく、全体総括した答えになるんですか？いや、各項目について言います、判断します。各項目というか、案が出てるわけですから、ただその各項目でも、自民さんの中でも幅を持たれているようなところもあると思うんですよね。ですので、そういった意味で、
じゃあ事業計画に関与するというのは一体じゃあどこまでなのかとか、まあ、そういうことはいろいろ今後質疑の中で のもしやるとすれば質疑の中での方向性ということにはなってくるんでしょうけど、まあ、あの文書で明確に12項目については出されましたので、その12項目についてどう考えるかというのはちゃんと答えたいと思います。別にあのバクッとなんかこう玉むしろにしてあの通り過ごそうとかはそんなの考えてないです。あのちょっと大阪マラソンの件で一つお伺いしたいんですけれども、はい、あの今回走られるということでですね、あの質問さんの意気込みとですね、あの、まあ、そんなに長い距離じゃないのかもしれないので、ガヤガマンでいらっしゃったから問題ないかもしれないです。いや問題あると思います。トレーニングとか今後されるのか、意気込みとその本番に向けた準備についてちょっと。いや、あのやっぱり大阪マラソンというのはあのもう大阪の非常に有名なこの市民マラソンになってきてますんでね、それをもう国内外に積極的に PR して、いきたいというふうに考えてますし、まあ、あのまあどういったものが、その大阪マラソンの良さをね広げていく意味ではいいのかなというのも考えながら、しっかりとあの市民の皆さんに大阪マラソンを PR したいなと思います。最後にすみません、子ども貧困対策ですけれども、新年度 の市としての施策には自主財源というのも挙げられるご予定ですか？もちろんです。朝日新聞の花房です。北部子ども相談センターについて質問します。昨日反対されているマンション住民の方から陳情が司会に出されました。で反対署名をつけてということですが、それをもって市長として段階が変わったなという認識は特にないということです。段階が変わったなというか、あのやはり、まあ、この施設をまあ、そこにもあのいや建てる中で建てるというか、まあ、その施設を、まあ、作っていく中であの住民の皆さんの理解を得る努力というのは当然していかなきゃいけないですし、まあ、あのそれがなかなか現状では説明がし尽くされていない範囲で、まあ、そういった陳情とかが出されるというのはその手続きとしては、まあ、あることだろうなと、まあ、それはもう予想の範囲ですから、あのまだまだ役所として説明はしきれてないし理解も得られてないなというのが認識です。だからそれを得る努力は今後もしていかないといけないなと思っています。引き続き説明を求めて説明をして理解を求めていく形の中で、今後もそのこれまでと同じような形の説明会を続けていくのか、もしくは形を変えて例えば設置協議会を作るですとか、もしくは中身の中で一時保護所だけですね、まあ、別の場所で検討するであるとか、そしてその形を変えて交渉や検討を進めていくというお考えはありますか？あの現時点ではまだまだ理解得られてないと、理解得てないというか、まだまだ説明も十分尽くせてないと思ってますんでね。ですんで、そこはあの今の段階ですぐに形を変えてとか、この一部の機能だけでとかというところまでは考えてないですね。ただ強引に進めてるわけでもないですよ。設計費用も予算で上げてますけど、設計やってるわけじゃないですからね。ですんで僕もそれは当然市民の方が了と言っていただける方が、まあ、もちろんいいですけど、まあ、なかなか 100% そうじゃないにしてもね、できるだけ理解を得られて進めていきたいなというのは思ってますから、まあ、そういった意味で最終決定ではありませんのでね。だからメディアの皆さんの話で、まあ、いろいろ取材もされてて、これ最終決定を全体に強引にみたいなことを考えられてるのかも分かりませんけど、そこは何が一番いいのかなというのは常に僕は考えていきたいと思いますし、そう冷静に、ね、判断していきたいなと、まあ、その役所としては十分市民の皆さん住民の皆さんに説明を尽くすというようなことが大事だろうなというふうに思ってます。もともとそんなに感情的でもないので、だ一部の住民の方が反対したから、その反対に負けて撤退したら今後の施設ができなくなるじゃないか、だからこれにやるんだとか、僕はそんな躍起になるタイプじゃないですから、そういうことは考えてないですけれども、まあ、住民の皆さんの理解を得られるような努力っていうのはやっぱりしていかないといけないし、まだまだ努力も足りてないんじゃないのかな。だからそれは引き続き皆さんはもうすぐ結論出すんじゃないかというような考えかもしれませんけど、そこはもうちょっと理解を得る努力っていうのはやっていくべきだろうなというふうには思ってますし、僕にもそういう話はしてます。説明会の中身として、
今おっしゃったその児童相談所の必要性について理解を求めるというその前の段階で住民の方はここまでに至ったその検討のプロセスに対しての説明が足りていなくてそこに不信感を抱かれているという印象を受けたんですけれども、まずはその理解を求める説明の前にこれまでの検討過程をつまびらかに説明するといいますか、もう少しこれまでよりも公開するというようなことを部局に指示はされますか。まあ、そのプロセスが不透明だというのであれば、まあ、僕自身はもともとそのプロセスはオープンにしていくべきだという考え方ですんでね、今そういう指摘は初めて受けましたけれども、まあ、それがそういう指摘なのであれば、それは当然プロセスもオープンにしていって、理解を得られるような努力もしていかないといけないですよという話は無局にはしていきたいと思いますね。でもこれ必要な施設ですんでね、もう少し大きな視点でも僕は見ていただきたいとも思うんですよ。児童相談所っていうのは児童相談数っても非常に増えてきてますんでね。でメディアの皆さんも、まあ、そういった形でその反対の方が150になりましたとかですね、これはもう絶対ダメじゃないかみたいな感じの論調での、まあ、メディアですからもう自由なんですけども、まあ、表現の自由があるから自由ですけど、この児童相談所がいかに必要で、まあ、それがそれによっていかに助かった人がいるのかというような視点とか、その児童相談所の中身の実態とか、まあ、そういうことも皆さんはその広げる力っていうのは僕なんかより圧倒的に強いわけですからね、まあ、そういうことも双方からいろいろ報道してほしいなとは思いますけどね。じゃないとまた次行くときもどこ行っても同じ問題できますよ。じゃあそれで最終的に誰が被害被るのって言ったら、これ僕じゃないですからね。誰が被害被るのって言ったら、やっぱりその児童相談所を利用できない子どもたちが被害被るわけですから、僕はそういう意味では報道の皆さんにも、まあ、かたやその住民の皆さんが不安に思う気持ちも分かるけれども、でなんかこう役所の説明の仕方がおかしいとかいうのも、これはまあ指摘を受け止めて理解を得るようにしていきたいですけども、なぜ児童相談所が必要なのかという報道もね、僕はしっかりやってもらいたいなと思いますけどね。以上です。ありがとうございました。じゃないとこのままこういうことが続けば単なる迷惑施設ということになりますよ。じゃあいらないのかということになりますからね、うん、僕はそうは思わないですけどね。NHK の泉谷です。補足の質問なんですけれども、この北部の児童相談所に関しては、いつ頃までに一定の候補地というものを明確にするっていう、その最終候補地というところではなくて、ここに住みますということを、いわゆる今おっしゃっている、今保護されない子どもっていうのをなんとか救うための緊急性というところも当然あるので、いつまでも並び出せられるのであればと思うんですけど、そこをどう考えているかということを。最終的には平成30年度に作りたいなというような思い、ただ最終的には平成30年度ですよね、平成30年度にこれ、北部のものを作りたいなと思って、逆算していくと、設計に入らないとっていう意味で、今回は設計の予算を計上してますけれども、先ほど申し上げた通り、まずこれは住民の皆さんの理解を得て進めていきたい、まあ、完全な 100% の理解はこれ、無理ですけれども。一定のこの説明を尽くして理解を得て進めていきたいというふうに思ってますので、それはもう可能な限りできるだけ早く判断決めていきたいと思いますが、そこが中途半端な状況で、僕自身がこう腹に落ちてない状況でですね、強行にということまでは考えてないです。その場合ひょっとしたら平成30年がずれるんであれば、それは相談したい、相談件数にやっぱり応じるという意味では問題はあるけれども、まあ、そことのバランスでしょうね。そう言って最後10代女性のちょっと細かいんですが、ちょっと先ほどから出てますが、交付率とですね、利用率に開きがあって、交付率の国道から市場所得 10% ぐらいなんですが、実際の利用率は 20% ぐらいで、この開きはこうなんか問題視されているのかとか、なぜそもそもこういう開きがあるのかとかですね、それでどうご覧になっているか、ちょっと伝えてください。やっぱりこれ制度としてまだまだ成熟してないんだと思ってます。というのは制度の必要性は高いんだけれども、制度として実際にこう利用していくという意味ではまだまだこの差があるなと思ってます。で、当然交付と利用に差があるのは当然だと思うんです。それはどの仕組みでも、じゃあ受けた人が 100% 使うかって言ったらそうではないと思いますんでね。ただ受けた人は、交付を受けた人はやっぱりその興味があるから受けてるわけで、で実際こういうのを見てね、あ、これなかなか使えないなと思ってやめられてる方も多いと思いますから、そういう意味でこの利用率を上げていくっていうのも、交付率も利用率もどっちも上げていくっていうのが僕は大事だと思ってます。今回の例えばオンライン授業なんていうのは、
まさに単価がね、月1万円という単価がありますから、それで設定しやすくなりますんでね、まあ、そういう意味で事業者の方もそのこの塾代バウチャーで設定しやすいようなコマを増やすというか、そういったことをやってもらいたいと思いますし、まあ、事業者が利用できしやすいように広めていってほしいと思いますし、例えばオンラインのこの取り組みなんかも一つ大きな、価格設定しやすいという意味では非常に大きな取り組みだと思ってますしね。だからそこの事業者側利用しやすいようなものを広めていくっていうのは行政の役割として僕は大事だと思ってます。だからそれを広げていきましょうというのは常に問題意識としてあって、まあ、今回は特にオンラインのことで実現できましたんでね、大きな第一歩、利用率が上がる大きな第一歩かなと思ってます。毎日新聞の岡崎です。昨日大阪医師会附属病院の方ではしかの、院内感染が判明しました。今後感染の拡大がすることも予想されますが、市として例えば、保健所に何か指示を出すとか、部と連携して何かを対策をさせるとか、この辺市長のお考えをお伺いします。やはりその保健所とその区役所 の、まあ、その部署との連携というのが非常に大事だと思っています。で特にワクチン接種ですね、ワクチン接種が非常にこれはなかなかの手洗いうがいとかそういうのではその感染の予防をしきれにくいところがありますから、ワクチン接種というのが非常に有効な手立てになりますんでね、そういった意味ではワクチン接種を広めていく、そのあたりを関係のそれぞれの機関と連携して、やっていく、そして情報 の、 提供がこれ大事だと思いますから、情報の提供についても、これホームページでやってますけど、ホームページでやるだけじゃなくてですね、それぞれの保健所、それから区役所の責任部署、それから各病院と連携を持ってしていく、当然府は当たり前ですけれども連携してやっていく、大事なのはやっぱりワクチン の、 この接種の機会を増やすということがやっぱり大事になるんじゃないのかな。それからそのはしかに感染したい人、あるいは感染した疑いがある人、あるいはその感染する可能性があるその病院関係者、あるいはその感染した人ですね、特にそこに接触する可能性をできるだけ減らしていくというか、そういったことを病院、それから保健所、それから区役所の責任の部署ということで連携して情報を共有しながら進めていきたいなと思っています。ありがとうございます。 ABC の木原です。脱民営化の関連で今だと出世の話ですが、橋本大輔はですね、今の推薦については公営としては作るべきではない、ただ民営化した後の判断は民営化会社が事業者が認めるかどうかで判断ではいいという立場でございましたけれども、吉村市長はまだ推薦の延伸について市長としてはどう判断するか。今里推薦の延伸についてはこれ答申をかけてますんでね、答申をかけてますから、答申をかけて、これは民営化した場合、公営化のままの場合、民営化した場合どうなりますかということの、これ答申はもうすでにかけてます。で答申の結果としてはこれはいずれにしてもこれ赤字になりますよということの結果も出てると、社会実験、BRT なんかの社会実験なんかも検討したらどうですかという答申も出ているのも、これはまた一方で事実ですんでね、これは評価としては私もそうかなというふうには思ってます。今里推薦8号線の延伸に関してはね、そういう思いは思ってます。でそれを全体としてね、そういう思いを持ってます。あと民営化のスキームについて、自民党の案を全部読むと、完全民営化ではないという、民営化を推進する立場から批判がある一方で、あれを全部民営化に反対の人たちもあれを全部読むのであれば民営化しなくてもいいじゃないかと、両方から批判が出てるんですけれども、その一歩でも進めたいという、そのあれを全部読んで民営化するのは一歩進めることになるとお考えです。今と比べたら一歩というか、かなり大きな前進だと思ってますよ。というのは、
その株式会社がとも言われますけれども、これ株式会社となると当然その株という形に変わるわけですから、まあ、大阪市は株を保有するという立場になって、で一方で会社についてはこれいわゆるその会社法上の株式会社になって、そしてまあいろんな公営の制約というのは、まあ契約の制約であったり、まあ職員の制約であったり、あの今さまざまな法令の制約がありますけれども、まあそういった法令の制約とは違うところで、これはあの民間会社としてこれあの進んでいくということになりますんでね。じゃあそこに大阪市がこれ関与してるじゃないかということは、それは一定の関与がそれは仮にあったとしてもね、じゃあ今と比較してどうなんですかという意味では、あの今のままだとこれ完全にあの公務員が経営して、交通局長という公務員が経営してね、そして職員も全部公務員ですから、これまでまあ様々な地下鉄の改革もやって黒字が出てね、あのなってますけれども、過去長い目で見たときにずっと役所で丸抱えするんですかということと比較したら、あの僕はあの民営化という意味では、あの株式会社の経営という意味では、あの大きく今と比較して大きく進むことになると思ってますよ。もう一点、あの今の出世の話に戻りますけれども、この自民党の基金を詰めというのは今までよりも条件が上がっていると思うんです。つまり橋本前市長の立場をは先ほど説明しましたけれども、それを超えて大阪市として金を出せという話ですから、今までよりもさらに条件は上がっているという理解してますけれども、その点はどう判断されているか。あのその条件としては、まあ、大きな条件だなという認識はあります、まあ、その点はこの9月中に判断したいなと思っています。どうするかということについては、ね、他に質問はございますでしょうか。大丈夫ですか。はい、それではこれで終了。